スフォルツスコ城、またはスフォルツ城は、イタリア・ミラノにある城塞。現在は、美術館としても公開されている。1358年から1370年頃、中世イタリア・ミラノの名族・ビスコンティ家の選手、ガレアッツォ二世ビスコンティによって、近くの支壁門の名前から、カステッロ・ディ・ポルタ・ジャイアワと呼ばれる城として、建造命令がなされた。居城として、 子孫たちによって拡張されていったが、1447年にミラノで発足した短命政権黄金のアンブロジアーナ共和国によって破壊された。1450年にミラノ公爵のフランチェスコス・フォルツァがビスコンティケの居城を改築して、城塞とした。その後、16世紀から17世紀にかけて改装、増築され、ヨーロッパでも有数の規模の城塞となった。 1796年この地を征服したナポレオン一世によって一部の施設が破壊されたが、1891年から1905年にかけて建築家ルカベルトラミラによって修復された。もともとは星型の形状の広大な城郭であったが、現存しているのはもともとの面積の1、4程度以下であり、残りの敷地は公園や道路となっている。現在、 スフォルツェスコ城の内部は私立博物館となっている。内部にはミケランジェロの最後の作品、ロンダニーニのピエトなどが展示されている。また、アッセの間の天井と壁にはレオナルド・ダ・ヴィンチが未完成の壁画を残しているが、後年塗りつぶされている。この壁画については2013年現在修復作業が続けられている。ありがとうございます。